こんにちは。これから東大理系数学を担当する、東大理科一類一年の八木沼と言います。これからよろしくお願いします。今日は、この講義のイントロダクションを取ろうと思って、内容は大きく分けて3つ。まず、東大数学とは、あとはこの授業のスタンス、そして、僕からの皆さんへのお願いの3つで話そうと思います。じゃあまず1つ目、東大数学とは、まあ、東大を実際に目指す理系の方は、こんな話も耳が、たぶんできるまで聞いてると思うんですが、僕の話もちょっと聞いてください。まず、東大数学に対してどういうイメージを持っているかですが、東大って言えば、最難関、一番難しいって思われがちですけど、東大の問題は実は、一番難しいかというより、一番難しくはないんです。間違いなく、数学で言ったら、京都の論理の問題になった方が苦手にする人はとても多くて、物理で言えば、東工大、まあ科学の東工大は間違いなく、日本の道は難しいと思うんですが、今、皆さんにお願いしたいことは、東大が一番難しいという固定概念から、いち早く抜け出しましょう。東大が今何を求めているのか、東大は何が面白いか。昔から一貫して、受験システムを変えずに、自分たちの受験の問題を乗り越えてきた生徒が、自分たちの大学にふさわしい生徒だっていうスタンスを一貫しています。その中で皆さんたちが、東大合格を勝ち取るためには、東大が何を要求しているのかっていうのを常に考えながら勉強していきましょう。そして、数学に限って話をします。東大数学はいろんな分野の複合問題が多く出て、いろんな考え方、いろんなアプローチの仕方が凝縮された問題が出ます。だから一問やるといろんなことが復習できてかなりお得なんですね。もちろん複合問題であるからこそ、この思考がなかなかブレイクスルーしないっていう問題は数多く存在するんですが、この授業ではその数学の実際に過去問を使って、これはどういうふうに思考すればいいのかなっていうことを紹介していきます。東大数学の、あともう一つ特徴なんですが、この問題で何を要求しているのかっていうことが読めないといつまで経っても答えが導けないことが多いです。計算でご了承しても、答えが出ることはまあ、あるんですが、論理が一貫していないがために点数を大きく引かれたりとか、そもそも計算ご利用してはいけない問題っていうのが数多く、特に理系の場合は存在しているので、それも注意していきましょう。この点に関しては、次の僕の授業で紹介する問題を見てくれるとよくわかると思います。では、2個目、この授業のスタンスについて、はっきり言いましょうと、巧妙な手段とか、うまい回答というのは、僕が紹介するつもりはほぼありません。それは、大人の皆さんが時間をかけて作った完全無欠な論理の一切の欠けのない回答っていうのは、それは僕がやるべきことではなくて、それは3000円を出せば、寸大さんが出している青本に回答が載っているので、そっちを参照しましょう。この授業では何がやりたいのか。この学びの中で僕が何をやりたいかというと、僕と実は福島県出身で、ちょっと大変な思いをして今年ここに出てきたんですが、現役で合格をしまして、その現役で受かった東大生、1年生が何を考えて、どういう思考をたどってこの問題に対してアプローチしているのかっていうのを、皆さんが、それをただ見ていれば、何を見ているだけで、数学できるのか。僕の授業を見てるだけで数学は絶対にできるようになります。皆さんに何を要求したいのかというのは、僕がどういうふうに考えているのかということを考えてください。数学の回答、数学の答えが出ることを第一目標にするのではなく、僕がどういうふうに考えているのかということを皆さんが考えてください。それは僕が全て言うことはなくて、僕が考えていることを僕が全部理解しているわけでももちろんないので、それを皆さんが想像して、自分はどういうふうに考えていたけど、八木沼はどういうふうに問題を解いていったのかということを考えていきましょう。そして、最後にお願いなんですが、まず問題は必ず解いてきてください。なんで必ず解くのか。ただ単に演習量をこなしてほしい
っていうのはまあもちろんあるんですが、さっき言った通り、この授業のスタンスとして一番大事な、自分の思考と僕の思考を見比べる。自分はこういうふうに考えた。けど、授業ではこういうふうに考えてる。その差は一体何だろうということを自分で考える授業にしたいので、自分の思考パターンを、思考のルートを確認するために問題を必ず解いてきてください。その時に一番大事なのは、答えを出すことはもちろん重要ですけど、どういうふうに考えたのかとか、答えが出なくてもどういうアプローチをしたのかっていうのを自分で絶対に確認できるように、何か図を書いたりとか、まあ、思考チャートを作ったりとかして、それを形に残しておいてください。で、最後にまたお願いなんですが、僕の授業の中でどの考え方が、こういう考え方があるんだ、真似してみようっていう参考になったのか、それと、この考え方はちょっと自分たちと乖離しすぎてる。この回答が高校生には絶対にできないよっていう考え方の二つの参考になった部分と、全然参考にならなかった部分を、授業の掲示板などでどんどん書き込んでいってください。僕の授業は、さっき何回も言いますけど、答えが出ることが大事じゃない授業なので、皆さんと一緒にどういう思考パターンがいいのかなっていうことを一緒に考えていきましょう。では次から問題の実際の過去問を使って授業を進めていこうと思います。よろしくお願いします。